あれちゃう、何マカオタワー、ほら、あれです。これ、あ、これもしかして、あ、本当じゃん、やばくね、何バッキンガム宮殿。俺らって何、人生に勝ったんだよ。はい、じゃあ乾杯。ごめんなさい、はい、どこですか、まあ、まだ背景見せませんけれども、はいはいはい、なんとここマカオです。マカオカジノといえばどこ、ラスベガス、ラスベガス、ラス、ラス、ラスはあの田舎者しかない、あ、いない、ラスベガスよりなんと、はい、売り上げが勝っているギャンブルの近くのマカオらしい。そうやということで、本日特別ゲストが来ております。誰よ、おい、はい、皆さん、はじめまして、エグジットジャックのマンペイと申します。エグジットジャックのマンペイ、エグジットジャック、もうね、すごいのね、エグジットジャック、あの世界的な有名な YouTuber で、めちゃくちゃすごい、お世話になってる、まあ、お世話になってる、登録者何人ぐらいですか。で、スティーよりも、はい、ちょっと上ぐらいかな。あ、どれぐらい、あと、2万8000人ぐらいかな。何ぼやと思ってんだよ。一番何も言えないところだ。まあ、そういうことなんですけど、マンペイさんは英語もペラペラで、はい、まあ、僕と共通の知り合いがいまして、はい、飲んでて、なんか繋がって、で海外に僕らもよく行くし、まんぺいさんもよく行くんで、はい、行こうじゃないかと行って実現しました。最高のプラン、第1弾、はい、まあ、それプラス僕らはこの後心霊ツアー、 ST のこれの心霊ツアーがありますんで、そこにも帯同していただくということで、このまんぺいさんが、おー、あー、行きたいな、よっ、まんぺい、はい、ということで、まあここに来たら分かると思うんですけど、今回の企画、はい、マカオのカジノで大成功、大成功しよう、大成功、大成功しよう、4人いるから誰かしら勝つわけですよ、間違いない、大金を手にしてその後爆買い客やろうかな、いいね、いいね、そう、ベガスのさ、夢を見せてあげようと、はいはい、ベガスじゃないからね、マカオカジノのドリームを見せよう、そうだな、カジノドリームで、まあターボーは多分何やっても外れるんで、まあ置いといて、バカだね、バカだね、マンペイさんが、まあ、あんまり運がないみたいなので、俺マジでギャンブルやばくて、はい、負けまくってるんですよ、なのでノリが逆にかけるらしい、うん、俺それを見て、おし、来た、こいつ来たわと思った、こいつで、まあ、僕は直感を信じています、出た出た、みんなドリームを掴むぞ、よいしょ、ドリームジャンボ、さあ、まんちゃん、え、まんちゃん赤？俺赤いった、あ、オッケーオッケーオッケー、で俺が黒ね、俺赤普通にいたから、赤3連着来てんのよ、なるほど、4連着来ると思うね、あ、今なに、回りました、来た、回りました、回りました、さあどうなるでしょうか、はい、チンチンもこれでベットできません、はい、黒、うわー、よし、勝ち、来ました、しっかりと勝っていくスタイル、しっかりと負けるやつや、最悪や、これで今200ドルが400ドルになった、そう、オッケーオッケー、いいね、はい、ということで、はい、カジノ終了、お疲れ様でした、やっぱラスベガスに勝つだけあって、あ、いや、もう素晴らしいね、いや、やっぱりね、我々全員も満腹というか、うん、売り上げが違うからな、もうなんかもう、マカオの主役は俺らみたいなもんやな、ま、マカオの主役は俺らみたいなもんやな、間違いねえな、そう、間違いない、こいつら俺らのために光浴びさせるみたいな、マカオ、マカオだから、マカオだから、ちなみに僕は、はい、まあ、5、6万をかけてですよ、おお、だいぶかけた、はい、ゼロ、うわーい、あっしゃ、あっしゃ、はいはい、しました、あれ、ありがとうございます、じゃあちょっとマンペイ君、まあ、マンペイ君、僕は、あの、まあ、すごい少額なんですけど、はいはい、まあ、予想通り負けました、負けました、ありがとうございました、待ってね、こっからだから、ここの2人は負けということで、間違いない、はいはい、まあ、僕ね、6万5000円かけました、負けました、負けました、こっからかも、ありがとうございます、でも4人おったらさすがにね、いや、違う、もう向いたじゃないですか、こいつの実力、あ、そうね、ここなんです、すごい、すいません、ありがとうございます、彼は本当すごい、持ってる男なんだ、尊敬した、本当尊敬した、全て怒ってくれると思います、ありがとう、じゃあこの後よろしくお願いします、マカオタワーにも、はい、入れてきます、7万かけまして、はい、7万負けました、7万負けました、ありがとうございます、どっか行った、どっか行った、これ見てる皆さん、すごい、はい、あとしょうもねえなとか思うと思います、違うんです、この場所に対するリスペクト、
そのお金が5、6万だっただけです。そう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 、素晴らしいこと。そう、その空間を楽しむために5、6万払っただけ。むしろ安いかもしれない。むしろ安い、うん、ここから本題ということで、はい、皆さんお待ちかねの海外心霊ツアー in マカオ編をした、いろいろ撮っていきますので、ぜひ皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に何度も言うけど、あのリスペクトだから、場所に対する、そう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 、確かに素晴らしい、ここの楽しませてもらってることに対するリスペクト、マカオにありがとう、ね、その5、6万なのよ。そうもう二度と行かないから感謝せえ、感謝せえ、絶対行かない絶対やらない。ただめっちゃおもろかった、めっちゃおもろかったから。いや、せいくん楽しかったやんな、マカオ最高やんな。マカオ最高っすね。二度とやらないように、二度とやらない、二度とやらない。もうね、真面目に働け、間違ってない、見てる人は真面目に働け、絶対やった、競馬とかも合計で30万が行かれていくやばい、ほんとやる、マジカジノはやらない方がいい、パチンコもすんなよ。以上、ありがとうございました、マカオでした。好きになって信じたって、どうせ恋なんて、この一歩が踏み出せない自分が許せない。